大阪教育大学附属幼稚園。大阪教育大学附属幼稚園は、大阪府大阪市平野区にある、大阪教育大学附属の国立幼稚園。本園の創立は1892年、明治25年10月1日に設置された、大阪府人城支配学校附属幼稚園、北宅城安町、現在の中野島4丁目であるが、それの元である幼稚園。 大阪府立も半幼稚園、大阪帰宅上安町、現在の帰宅中野島4丁目が1883年、明治16年まであり、その創設は1879年、明治12年と日本で2番目に古く、東京女子師範学校付属幼稚園、現、お茶の水女子大学附属幼稚園を視察した大阪府、知事、渡辺登が幼稚園設置の必要性を痛感し、 創設させたという経緯がある。大阪府市範学校女子部、1890年、明治23年設置が、大阪府女子市範学校として1900年に、独立する際合わせて、天王寺桃山、住所表示では、大阪市南区天王寺北山町、小宮町、現天王寺区二点、この時現在の、大阪教育大学附属平野小学校となる、附属小学校が、 同式地内に設置されている。1927年、昭和2年3月、大阪府女子市範学校、附属学校園は、現在地に移転、当時の住所表示では、大阪市住吉区平野流町254番地。学生改革により、1949年7月30日に、大阪学芸大学大,学大阪第一市範、学校平野附属幼稚園、 1951年4月1日に大阪学芸大学附属幼稚園と解消する。附属幼稚園は長らく附属小学校と講演者を共有していたが、1962年に現在一の独立園舎へと移転した。1967年6月1日、大阪教育大学附属幼稚園と解消。 さらに1973年には大阪教育大学教育学部附属幼稚園に改称した。2004年国立大学の独立行政法人化により現在の名称大阪教育大学附属幼稚園へと改称している。教育目標は健やかに暖かく遊びに生きる子供である。武道、栗等の自然豊かな環境にあり幼児期の遊びを 生活として捉え、知的好奇心を育て、日々の関わりを通して思いやる心を育み、社会性、道徳性を身につけるようにしている。学校教育法に基づき幼稚園教育の理論とつながった実践研究を行い、また、本学学生に幼児教育の実習とその指導を行い、現職教員の再教育を行うことも目的としている。 園児の大部分は大阪教育大学附属平野小学校に進学する。近隣に所在するご公園、附属幼稚園、附属平野小学校、附属平野中学校、附属高等学校平野校舎、附属特別支援学校と連携した教育研究活動が行われている。第一次抽選と試験後の第二次抽選があったが、平成29年度は行わず、 試験のみで決まる。入園条件は、幼児が大阪府内に保護者と共に居住し、徒歩、または電車やバスなど公共交通機関を利用して40分以内で通園できること、そして保護者による送り迎えが必要で自転車や自動車による通園も認めていない。通園範囲は地元の平野区が最も多く、安倍野区、東住吉区が続く。その他、 天王寺区、生野区、住吉区、中央区、八尾市などから通う園児もいる。給食を保護者が年に数回調理する。四代大阪府知事、渡辺昇は東京女子師範学校付属幼稚園、現在のお茶の水女子大学付属幼稚園を視察し、幼稚園設置の必要性を痛感したことが、幼稚園設立のきっかけとなっている。 開園直前の1878年2月には、大阪府内の女性小学校教師2名を、東京女子師範学校付属幼稚園へ、ほぼみない生として派遣し、規範を待って開園した。1879年、当時大阪北区上安町、現在の北区中野島4丁目にあった大阪府立中学校、1881年府立大阪市範、学校、 1886年大阪府主犯学校に付設する形で大阪府立も半幼稚園が開園した。ほぼ養成のための実習園で園児は48人だった。同幼稚園は日本で2番目に開設された幼稚園であり、また大阪府で最初に開設された幼稚園でもある。しかし大阪府立も半幼稚園は開設後、 大阪府の財政逼迫によりわずか4年後の1883年に肺炎となった。財政状況に加えて幼稚園設置に関わる府会議員の理解が得られなかったことなど幼稚園教営の世間の理解が薄かったことも肺炎の原因となっている。また、肺炎の要因として大阪府市販学校市販課、大阪教育大学の前身、中等科、 大阪府立北野高等学校の前身、付属裁縫場、大阪府立大手前高等学校の前身、付属小学校、大阪教育大学府天王寺小学校の前身と、大阪府立模範幼稚園が一つの敷地を共有していたことから、過密で勉学環境に適さなかったことも指摘されている。 渡辺の公認の大阪府知事立野号さんは1883年6月14日付で大阪府立模範幼稚園の廃園宣言を行った。廃園後は有志の運営で私立中須幼稚園として園舎をそのまま使用して運営を継続し、翌1884年に北区公立幼稚園と西区公立幼稚園に引き継がれた。1890年。 明治23年、大阪婦人城市販学校に女子部が設置される。1892年10月1日、女子部の実習用の付属園として、大阪婦人城市販学校付属幼稚園が、北宅城安町、現在の中野島4丁目で開園た。この時に開園した幼稚園が、現在の大阪教育大学付属幼稚園の直接的な起源となっている。開園の際には、 大阪府立模範幼稚園の関係者も協力し、開園当初の園児は60人だった。女子部は1900年に大阪府女子主範学校として天王寺桃山、当時の住所表示では大阪市南区天王寺北山町、小宮町、現天王寺区に独立移転する。これに伴い付属幼稚園も桃山に移転し、付属小学校、 現在の大阪教育大学附属平野小学校を新設、附属小学校と敷地を共有した。1922年、大正11年8月17日、大阪府女子市販学校に隣接する民家の新築工事現場で火災が発生し、大阪府女子市販学校の寄宿舎や食堂にも累承した。附属幼稚園には被害はなかったものの、 火災の復旧の際に、かねてから校舎が老朽化していたことで近いうちに、校舎改築が必要、幼稚園と敷地を共有している、付属小学校が過密傾向にあり、拡張が必要になるが周囲が市街地化しているため拡張はままならないなどという点が考慮され、大阪府女子市販学校及び、付属学校園の校外移転という形での復旧、設備拡充の方が適切だと反された。 当時の東成郡平野郷町、1925年、大阪市に編入し住吉区となる。文区で1943年東住吉区、1974年兵役が、大阪府女子市範学校を誘致し、移転先として6000坪の土地を1924年9月に、大阪府に提供た。1927年3月に、平野、当時の住所表示では、 大阪市住吉区平野流町254番地の現在地へと移転。平野移転当初から1963年に独立園舎ができるまでは、付属小学校とは公園舎を共有していた。なお、桃山の旧敷地は、1927年1月の火災で校舎を消失した大阪府立天皇、自中学校、現在の大阪府立天皇寺高等学校が、 仮校舎として一時使用した後、1934年以降大阪府立夕日が丘高等女学校、現在大阪府立夕日が丘高等学校が使用している。1943年の市販教育例の改正により、市販学校は都道府県から国に移管されることになった。これに伴い、大阪府女子市販学校は大阪府立から管律に移管された上で、 大阪府天王寺市範学校、かつての大阪府市範学校団支部と再統合する形で大阪第一市範学校へと改編された。これに伴い、大阪府女子市範学校は大阪第一市範学校女子部となり、付属幼稚園も大阪第一市範、学校女子部付属幼稚園へと解消された。1945年6月15日には、 太平洋戦争に伴う空襲の激化により一時休園している。終戦後の1945年11月15日より園を再開した。学生改革により1949年に新生大阪学芸大学が発足した。1951年までは移行期間として新生大学と旧生師範学校が併存し、1951年に 新生大学へと完全移行した。大学の改変に伴い、付属幼稚園についても1949年7月30日に、大阪学芸大学大阪第一師範学校平野付属幼稚園、1951年4月1日に、大阪学芸大学付属幼稚園へと、それぞれ解消している。付属幼稚園は長らく付属小学校と講演者を、 共有していたが、1962年には、現在地の独立園舎へと移転した。大阪学芸大学が、大阪教育大学に改称されたことに伴い、1967年6月1日に、大阪教育大学付属幼稚園に改称している。さらに1973年には、大阪教育大学教育学部付属幼稚園に改称した。さらに 国立大学の独立行政法人化により、現在の名称、大阪教育大学附属幼稚園へと改称している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。